こんにちは、サイクルウォークのヒロです。今回はですね、ちょっとマニアックな話になるわけなんですけれども、スプロケットというパーツがあります。具体的にはこちら、後輪に入っているギアのセットですね。これがスプロケです。ここのスプロケットにはですね、 1428T といういわゆるジュニアギアだとか乙女ギアとかって言われる特殊なスプロケを入れたんですね。で、それを購入するときには理由があったんですけれども、今回、後悔しているというかですね、これはやはりあまり馴染まないなと思って、もうちょっとワイドなレシオのですねスプロケに交換しようと思ってます。その話をすると同時にですね、今回は若干そのギア比に関して踏み込んでお話をして、スプロケットあとケイデンス、クランクのようなですね、ちょっとしたそのロードバイクに関わる専門用語とその背景についてお知らせしたいと思います。それでは始めます。はい、こちらに並べた2つのバイク、私が現在所有している2台のロードバイクなんですけれども、成り立ちとしてはですね、一番最初に買ったのがこちらで、でパーツを交換しつつ、ほぼフレーム以外は全部新しいのに取り替えてしまったっていうのがこちらで、こちらの黒い方のバイクっていうのはですね、カーボンバイクが欲しいなと思ってですね、でフレームとかを取り寄せたりして、パーツも一から全部バラで組んで自作をしたロードバイクです。ドライブトレインに関しては105の R7000 系、こちらはですねアルテグラ DI28050 系というものが使われています。まずここで最初のおさらいとして、ギア比についてお話をしていきたいと思います。ロードバイクなり自転車には、そのフロントクランクと呼ばれる前のギア、あと後ろのスプロケットと呼ばれている後ろのギアっていうのがあります。この前のクランクの刃の数っていうのは、大きければ大きいほど1回転した時に後ろが多く回転するのでスピードが出ます。で、後ろのスプロケットに関しては刃の数がですね、大きければ大きいほど1回転した時のスピードっていうのは低くなります。逆にギアとしては軽くなると、要は少ないその力で回すことができるってことにはなります。後ろのギアがですね、ちっちゃくなればちっちゃくなるほどクランク1回転した時の車輪の回転数が高くなりますので、スピードが乗るっていうことを意味します。刃数と呼ばれるものは英語の刃で tooth っていう言葉がありますけれども、それを頭文字を取ってですね t というものを使います。例えばこちらは14から28の刃がありますので、1428T、 こちらは11から30の刃があるスプロケットなので 1130T というふうに呼びます。前のクランクの刃の数、後ろのスプロケットの刃の数、これが変わってくることで、自転車は変速していくということになるんですけれども、その刃の数が分かった段階で、クランクを1回転した時に車輪が何回転するかっていうのが出るということになります。でさらに、車輪の1回転した時に自転車が進む距離というものが、この車輪の直径によって決まってきますので、
それを求めると。そうするとですね、クランクを1回転回した時に自転車が何メートル進むのかっていうのが分かってきます。その数値をですね、専門用語で GD と言います。 GD というのはグラウンドディスタンスの略になります。したがってですね、あるギア比の下で GD が何メートルなのかっていうのを探るっていうのは大事なことなんですね、ロードバイクを乗ることにおいて。次にですね、ケイデンスという専門用語についてお話しします。ケイデンスというのはですね、クランクの回転数のことでして、1分間にこのクランクを何回転させるのかというのがケイデンスの意味です。あまりロードバイクに乗ってない方にはですね、ケイデンスって馴染みがないんですけれども、ロードバイクを乗ってる方だったらケイデンスっていうのはおそらく身近にこう考えていただけるものかなと思ってます。で、大抵のロードバイクを乗る人はですね、リラックスした乗り方の時にはケイデンスっていうのは70から90ぐらい、まあスパートかけるような時には100ぐらい、100以上まで上がるかなという、そういうイメージですね。ケイデンス60っていうのは1分間に60回転なので、1秒間に1回回る、1、2、3、こんなようなイメージです。で、当然ながらケイデンスっていうのが上がれば上がるほどスピードが上がるということになります。ここまでの段階でクランクを1回転させた時に自転車が進む GD、 あとクランクを1分間に何回回すのかっていうケイデンス、ある一定の GD の下である一定のケイデンスっていうのが実現された時の自転車の速度っていうのが分かります。まあ言ってみれば GD× ケイデンスですね。それが分速になります。で、分速を60倍してあげれば時速になりますので、 GD とケイデンスが決まればその自転車が出す時速っていうのが分かることになります。今のロードバイクは大抵がフロントは2速、後ろはだいたい8速から11速ぐらいの幅を持っています。そうすると最大で 2×11 で22速分のギア比が実現できることになります。言い換えると22個分の GD の組み合わせ、変化幅が得られるということになります。で、それに対してケイデンスっていうのが1分間何回転にするかっていうことで、Excel とかでですね、簡単に表ができるんですね。で、その表を見ると何速の時に何回転させればスピードがいくつ何キロになるよっていうのがですね、一目瞭然で分かるような表になります。で、それの表については簡単なものをですね、今ここに出しておきますので、ご覧いただければと思ってます。それでは本題に戻りまして、この 1428T というスプロケットについてお話ししたいと思います。で、この 1428T というスプロケットが存在している主な理由っていうのはですね、 JCF という日本自転車競技連盟というところがあるんですけども、そこが定めたジュニア向けの自転車の使用に対する制限っていうのが大きく関わっています。先ほどご説明した GD においてですね、日本自転車競技連盟はですね、トップギアで GD が、例えば何歳以下の場合には何メートル以下とかっていう、そういう制限を加えています。それはですね、あまりに重いギアをですねガンガン踏みまくるっていうことで、自転車競技者の成長とあと健康っていうのをこう考えたためだと言われています。で、そのためにあまりにですね、1回転で大きな距離を進む自転車っていうのはですね、自転車のそのジュニアレースにおいては認められていない。それをクリアするためにトップでも使用上11が入るけれども14にしましょうっていうのを作ったっていうのがこのギアだと言われています。で、私がなんでそれを選んだかっていうとですね、大抵私スピードはですね40
キロ未満で走りますので、そうすると13以下ですね、11、12、13っていうギアっていうのはほとんど使わないだろうと思ったんですよ。で、その代わりですね、14から28までを11段階刻みでですね使えますので、このギアっていうのは非常に面白くてですね、14から21まで最初のトップからですね8速分っていうのはきっちり 1T ずつ増えていくような、そういうものなんですね。そういうようなスプロケなので、1個変速した時の滑らか感っていうのが違ってきます。その一つ一つ変速した際のですね段付きみたいなものをなるべく滑らかにしたい。で、その滑らかな変速を楽しみたいなと。で、その代わり、13、12、11T がこう登場するような速度域っていうのは、あまり使わないから、まあそこは目をつぶりましょうっていうことで買ったっていうのがこちらなんですよね。で、実際乗ってみると、35キロ以下の速度域ですと、この14から21っていうのはですね、1個刻みなんですごく滑らかで、非常に乗りやすくて気持ちいい変速になります。で、その変速っていうのは非常にいいもんだっていうことが分かりました。で、ところがまあやはりですね、いろいろ乗ってみると変速各ギア間のですねつながりっていうのはいいものの、やはり13、12ぐらいまでは必要かなっていうのが実感として出てきちゃったんですよね。30キロ前後とかで走ってる分には別に問題はないんですけれども、私の場合下り坂とかで走る場合にはですね、まあ、40とかが軽く出ますし、場合によっては車についていったりすると50キロぐらい出てきてしまうことがあるんですね。そうなってくると、この14っていう波数で50キロを出すっていうとですね、ケイデンスが110になってしまうんですね。で、110回のケイデンスっていうのは相当なちょっとその、まあ、無理がありましてですね、まあ50キロ出しても100ぐらいで抑えたいと、そういうことを考えると、このスプロケがトップが 14T っていうのはやはりちょっと足りないなっていうふうに思ってきたっていうのが実情です。ですから、まあすぐとは言わないですけれども、このスプロケはですね下取りなり、処分をさせていただいて、 11T が入ったようなギアに近々するだろうなっていうのが私の現状の心境です。はい、今回はですねちょっと前提知識とかから入ったので長くなりましたけれども、まあ言ってみれば 14T っていうのはもうちょっと、もう 1,2 枚、トップギアが欲しかったなっていうのが、現在の心境であるっていうことです。ただこのギア自体は非常に気持ちのいいギアであることは間違いないです。1個ギアを上げたり下げたりしてもですね、それほどそのケイデンスが変わらないので、非常にスムースな走りをすることができる、気持ちがいい走りをすることができるってことになります。まあそれもですね、例えばこれ今11速ですけれども、12速、13速、14速みたいなものがですね、できてくれば、その思いっていうのが、叶えられることになりますね。まあ同じ重量で、実現できればっていう話にはなりますけれども。ということでですね、今回は、ちょっと専門的な、そのギア比の話、GD の話、ケイデンスの話ですね、そういうところをから入りまして、このジュニアスプロケットと乙女スプロケットとも呼ばれる 14-28T のインプレと、あと今後ちょっとどうするかっていう話をさせていただきました。今後このチャンネルではですね、自転車を軸にした話として、こういうパーツの紹介だとか、メンテに関するお話とか知識、まああと私の好きなその自転車で行くキャンプ、ソロキャンプの話とかを中心に、いろいろ皆さんにお伝えできればと思っております。今後もこういった動画を作っていきたいと思いますので、よろしかったらぜひ高評価とチャンネル登録のクリックをぜひお願いいたします。よろしくお願いします。